稲荷神社は東京都文京区の神社。なお、鳥の位置を挙行する、雪末社の菅毛大鳥神社の方が有名で、社殿や鳥居も菅毛大鳥神社の方が大きく、社務所の看板や御朱印も菅毛大鳥神社名義であるため、菅毛大鳥神社の雪末社が稲荷神社になった間を提しているが、宗教法人を所轄する東京都における宗教法人名は、 宗教法人稲荷神社である。1688年に創建された。隣にあった日蓮宗寺院、霊館院が別当時であった。1849年、当時の霊館院大僧場は当社を子育て稲荷神社として積極的に売り込んだ。その会あって多くの参詣者が訪れた。1864年には鳥の市も始められた。 しかし、明治の神仏分離と廃仏希釈で、霊館員は廃寺となり、当社を支えていた寺を失ってしまった。そして1945年の空襲で壊滅的打撃を受けた。1949年、豊島区の法を明け出も神道の近くに住む無当氏は、ある夜、東方に、稲荷大臣座す、重する者なし、何時速やかに混流せよ、という霊夢を見た。 そして当社を発見し、資材を投じて仮社殿を建てたという。その後、少しずつ復興していった。平成初期、規模の大きい新社殿に改築する計画があった。しかし、平成不況によって立ち消え状態となり、今日に至っている。ありがとうございます。